どこに行くんだ？よし、行くぞ。あれ、レント一人でどこ行くのかな。まあ、いっか。気になる。いや、これはヤジウマ根性なんかじゃなく、錬金術師としての勘なのよ。一人でどこまで行ったのかな。今さらこんなところで魔物にやられたりはしないと思うけど。戦い？まさかフィルスタ。どうしたボス、実戦はいつもいきなりだぞ。まだ準備できてないなんて言い訳は通らねえんだ。誰が言い訳なんぞするか。何？俺の頼みとはいえ、訓練に付き合っている暇があるのか。やることは多いはずだぞ。お前の頼みだからって特別扱いなんかしねえよ。俺のやることは剣の腕を磨くことだ。俺はライザみたいに錬金術はできねえ。タオみたいに修理の計画も立てられねえ。クラウディアみたいに周りのことも気遣えねえ。こうして剣の腕を磨いて戦いに備えるだけだ。ふん、俺の相手をしてくれるなら何だっていい。俺も実力が近い方がいいけどよ。ランバーはどうした？あいつこそお前の剣の稽古相手なんだろ？あいつは荒ごとに向いていない。それを見ないふりして自分を強いと思い込むために利用していた。だからもう巻き込まん。ヒロに再び会うために腕を上げるという俺のための訓練ならなおさらだ。理由はあれだが、確かに大した勇敢さだよ。あんな恐ろしいところにもう一度行きたいだなんてよ。あの塔まで行ってきたんだろう。なぜそれを村の連中に言って見返してやらない。たどり着いた時まではそのつもりだったんだが、いざ塔の頂に立ったらどうでもよくなっちまった。冒険は楽しいことや嫌なことに出会う俺のもので、他人に認めてもらうためのものじゃない気がした。分かった風なことを言いやがる。お前も冒険に出てみれば分かるかもな。まずは俺に勝ったらってのは無理だから、せめて互角になったら出歩いてみるがいいさ。言ってろ。すぐに追い越して同じ言葉をかけてやる。その憎まれ口、アガーテ姉さんやモリッツさんにみんなで怒られてた頃みてえだな。そんな昔のことは忘れたな。ああ、そうかい。覗いちゃったりしてごめんね、二人とも。休んじゃおう。よし、休んじゃおう。
わかったよ。え、何？わかったんだよ。炭水化装置を直すのに必要な部品が。本当？どうなのか見せて。なんか変な形してるね。いくつもあるみたいだけど。こいつらがいくつか連結して組み合わさるんだ。そうすると元となる力さえあれば連動して動くはず。機械の仕組みはわからないけど、とにかくこれを作ればいいのね。うん、そうなんだけど、問題は材料だよ。やっぱり普通のじゃダメだと思うんだ。あれだけの大きさのものを動かすんだから、ちょっとやそっとじゃ壊れない丈夫なものじゃないと。僕は逆に調合のことがわからないし、材料の選別から含めてライザにお願いしたいな。どうだ、できそうか。任せてよ。形も分かってるし、なんとかしてみせましょう。早速採取に出かけないと。じゃあ私出かける準備をするね。レント君にも声をかけなきゃ。すっかりみんな手慣れてきたようだ。ああ、頼もしいがなんだか寂しくもあるな。そろそろ私たちが教えることもなくなったか。ライザー、調合できたらあの地下の大部屋まで持ってきてね。全部で同じものが3つは必要だと思う。なるほど。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。いいもの、できそう。いいもの、できそうな予感。おお、いい感じかも。いいもの、できそうな予感。どれがいいかな。これでいい。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。少しは成長できたみたい。どこにしよう。おお、いい。おお、いい感じかも。おお、いい感じかも。おお、いい感じかも。どれがいいかな。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。いいもの、でき。おお、いい感じかも。いいもの、でき。いいもの、できそうな予感。おお、いいか。おお、どれにしようかな。これでいいかな。うまくいくかな。できた、バッチリ。少
士は成長できたみたい。どうしようかな。よし、どの材料がいいかな。いっそ全部入れちゃえば。で、なしなし、これで問題ないかな。えい、全部消えちゃえ。よし、できた。どうしよっかな。これでいいかな。これで問題ない。えい、全部消えちゃえ。これだけあれば足りるかな。どうしよっかな。何個作ろう。どの材料がいいかな。いっそ全部入れちゃえば。で、なしなし、これでいいかな。えい、全部消えちゃえ。よし、できた。どうしようかな。どれだけ作ろうかな。これでいいかな。うまくいくかな。やった、できた。できた。これならタオも納得できる強度があるはず。あとはこれを島の地下の大部屋まで持っていけばいいんだよね。どこに行こうかな。よーよーし、冒険だ。新しい何かを目指して。あのさ、これでどうだろう。ありがとうライザー、早速取り付けよう。うん、みんなタオを手伝うわよ。おう、って言っても俺は力仕事しかできねえけどな。私だってわからないよ。教えてもらいながらできることをやろう。もし失敗したらどうなるんだ。そんなのもう一回作り直すだけよ。できる。私そういうの分かるんだ。ありがとう、クラウディア。さてと、島を浮かべてる装置に影響が出ないよう、ほんの少しの力で動くかどうか確認しないと。音が消えちまったぞ。どう？
を。成功だ。ちゃんと動いて機能したみたいだ。あとは動力さえあれば炭水化装置は昔みたいに動くはずだよ。よっしゃー。よかったね、ライゾン。うん、実は結構不安だったんだけど。おいおい、マジかよ。だってクリント王国の錬金術だよ。そういう超技術の塊みたいなのも私が作っちゃったんだね。そうだよ、だから言ったじゃない、ライザならできるって。うん、本当にありがとう。でもこの修理が終わったってことは一番難しい問題がとうとう来たのかな。ああ、動力だな。まずタオの監視のもと私とお前で動いてる状態を確認しておくか。何を探すかから始めなきゃいけないからね。気長に構えてる場合じゃないのにもどかしいな。魔石のように見えるけど実際は全然違う。それだけしか感じられない。いくらお前が才能のある錬金術師でも元となる知識が全くなければそんなものだ。だが今のうちに観察して感覚で分かることだけでも掴んでおけば異界での探索に役立つだろう。問題はフィルッサの動向だな。石膏の次が来たらいよいよ危ない。やれることをやれる限りやって、進んだ分だけ何かに近づいてるのかな。どこに行くんだ。よし、休んじゃおう。ふう、休まるね。ふう、休まるね。ねえライザ、ちょっとみんなで外に出てみない？けど、
人工島がこれだけ綺麗なことに感動すべきなのかな。クラウディア、何か用があるわけじゃないのか。ないよ。ライザがあんまり休まないから連れ出しただけ。根を詰めるばかりじゃ潰れちゃうでしょ。確かにその通りだね。休まないと頭も働かないってのは忘れるくらい頑張ってたし。ありがとうね、クラウディア。どうも私、突っ走ると自分すら見えなくなるみたいでさ。それはみんな知ってるよ。タオ、あんた。お前たち、揃ってたか。一緒に来てくれ。どうしたの、二人とも。そんなに慌てて。入り江の門だ。フィルフサが這い出している。いよいよってやつか。やってやるぜ。どこに行くのかね。よし。私たちが見た時と違って単独になっているな。監視だ。あれって石膏じゃない。前にリラさんが言ってた石膏の次ってやつかな。そうかもしれん。だが今は。そうだな、まずはぶっ倒す。よし、行くよ。なかなか手強そうだ。行きます。行きます。そこだ。ライザ、一緒に行きます。なんだ。そこだ。当たれ。ライザ、やってみろ。行きます。行くよ。そこだ。クラウディア、お願い。クラウディア、行くよ。力強く一気に。そこだ。行くよ。まだまだ。行くよ。行きます。それ。行くよ。それ。そこだ。ライザ、一緒に。それ。ライザ、やってみろ。当たると痛いよ。そこだ。行きます。
ライザ、やってみろ。それそこだ、そこだ。行くよ、クラウディア、任せるぞ。クラウディア、そこだ、お願い。そこだ、そこだ。行くよ、行くよ、優雅に行くよ。そこだ、そこだ、行くよ。私は負けないさ。よし。なんとかなったな。あの渇きの悪魔を倒しちゃったんだね、僕ら。リラ、どうだ。ああ、やはり間違いない。こいつは空読みだ。空読み、どういう意味なんですか？名前の通り空を読む。つまりその地の気象を鋭敏な感覚で観測する特別な種だ。それってつまり、こっちが歓喜になったことがフィルスタにバレたってことだよね。ああ、こっちに雨が当分降らないことを虫歯みの女王に知られてしまったんだ。つまりいよいよ来ちまうのか、大侵攻が。どれくらいの時間で攻めてくるんですか？巨大な群れとして動くから今すぐというわけではないだろうが、もう猶予はない。まあ、一体どうすれば。まずはアトリエに戻って今後の作戦を考えよう。どこに行く？よし、行くぞ。大侵攻を止める方法はないの？ないだろうな。よりにもよって虫歯みの女王の支配地の近くで門が開いてしまった。やつら喜び勇んで殺到してくるだろうよ。門をぶっ壊すのはダメなんだよな。ああ、門に込められた莫大な力が解放されてとんでもない被害が出る。こっち側の遺跡を壊して門を水で囲うのは、一匹二匹ならともかく大侵攻ともなれば、多少の水は味方の死骸で埋めて乗り越えてくるだろう。門の封印は無理にでもできませんか？
封印は繊細な作業だ。フィルフサがいつ群れをなして飛び出てくるかって状況ではとても無理だな。逆にどういうことならできるの？今すぐできることとなると、一つはあの古式秘具を今すぐぶち壊すことかな。もし聖地の水が一瞬で元通りに戻ったなら、そこそこの足止めくらいにはなるかもしれん。それでもそこそこの足止め程度なんだ。すでに女王が群れを率いて救っちまったんだ。水が戻ってもその勢い自体は消せないだろう。その方法をとっても奴らが来る可能性は高くて、しかも島は歓喜の中で水を失う。もう一つの方法は、かつてクリント王国の連中がそうしたように息を潜めて島に引きこもることだ。大信仰が何もかも飲み込んで荒らし尽くすのを歓喜が終わるまで眺めてるってこと？でもこの地方の島以外の場所はあの古城や塔みたいになってしまうんですよね。歓喜の間中群れは広がっていくだろうな。正直この場合どれほどの被害が出るかは見当もつかん。もう一つできることはないでもない。最も危険だが確実に大侵攻を防げる一手だ。教えて。我々の方から打って出て虫歯みの女王を倒す。そうすれば統率者を失ったフィルフサの群れは瓦解し、大侵攻もついえる。お前ならそう言うだろうと思ったが、成功の確率を考えるだけ馬鹿らしい無謀な行為だ。でもそれが一番確実な方法なんだよね。俺は付き合うぜ。要するに俺たちが頑張りゃすっきり片付くんだろ。私もライザが行くのなら今がもらった勇気を返す時だと思う。当然提案者の私は行く。アンペル、お前も格好つけてないでさっさと言え。分かっている。だが誰かが慎重論を唱えなきゃいけないだろう。出なければ生きづらい奴が。僕も行くよ。何？しかし。しょうがないって付き合うわけじゃないよ。うまく言えないけど、やっぱり僕も行かなきゃ。やれやれ、余計な気を回しすぎたってことか。大人ってのはこういう時いまいち格好がつかんな。これで言い訳は終わりらしい。ライザ、思いのままにやれ。みんなありがとう。にしても虫歯みの女王の城に殴り込みか。冒険もここに極まれりって感じね。やっぱり村の人たちには知らせないんですか？以前も言ったが、私たちの目的は門をはじめとするクリント王国の遺産を密かに封じることだ。また別の誰かが異界に触れる機会を増やすわけにはいかない。悪いがこれは私たちの前提だ。それに半端に喧伝して混乱を起こされると
無用の被害も増えるだろう。せめて真実を知るボース少年に、我々が出発した後、それとなく街道の往来を止めてもらうことにしよう。なーに、要は俺たちが勝てばいいんだよ。気楽に言うな。でも本当にそうするしかない。そうでなきゃ僕らはって状況なんだよね。私たちの命がけの戦いは、村の人たちの誰にも知られないまま始まって終わるんだね。それでいいんだよ。この戦いは、なんてことない当たり前のものを守る私たちだけの戦い。明日も普通にやってくる、なんてことない一日のための戦いなんだよ。いい覚悟だ。じゃあこれからお前たちのそれを、なんてことないものを、もう一度見直してこい。その間に私たちが出発の準備をしておこう。うん、みんな、それじゃあ一旦解散ね。またここに集まって出発しよう。